こんにちは。嬉しいことに先日大好きなサイモンとガーファンコルの Sound of Silence のリクエストをいただきました。有名な曲ですけど、そもそも静けさの中の音って何なんでしょう。いきなり仏教の問答のようなタイトルですね。ミステリーを感じます。歌い出しの最初の部分を見てみましょう。 Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. 歌い出しから古い友達に再び会うかのように闇に話しかけていますね。暗闇を擬人化していますね。繰り返し辛い思いは誰でも経験しているから、この曲はいきなり聴く人に共感され、不思議な物語に引き込みます。しかし、闇は必ず敵とは限らない。My old friend と言ってますね。夜空は暗いからこそ美しい星やお月様を見せてくれるし、航海では北西や灯台という道しるべを見せてくれる時もあります。カール・ユングやカール・ロジャースによれば、恐れていることなど心の闇の部分にも直面して受け入れて乗り越えていかないと健康的な成長は難しいとも言っています。ちょっと進むと、Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. 闇とお話しに行った理由としては、寝ている間に vision 理想のイメージの種をそーっと脳に植え付けられたと言っています。Verse 2に行きます。In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, where my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence.意味を見ると、落ち着かない夢の中で細い石畳の道を一人で歩き、街灯の降臨炎光の下を通っている様子を歌うのですが、夜霧がかかっているとこの絵のような現象が起こりますね。それと歌の中では A street lamp というふうに普通あと発音する漢字を A と発音してますね。これは強調しています。たった一つの街灯、一本だけの街灯、一人ぼっちの街灯と、なんとなく街灯を擬人化しています。こんなような場面で夜の寒さに襟を立てて歩いている様子ですね。おまけにマリア様のような氷までつけてここまで擬人化しているっていう風な解釈もできます。その上、宗教的な氷をつけるとなると、教会や宗教的な建物だけが聖なるところではなく、路地裏ですらも気持ち次第で精神的なところ、気づきや悟りが得られる場所
と言ってるような気がしますね。続くと Where my eyes were stabbed by the flash of a neon light と言っていて、ネオンがピカーンと光ると突然の光で目が刺される、夜の静けさが打ち破られ、静けさの音に触れられるんですね。歌詞の韻踏みを見てみましょう。このように Alone と Cobblestone Street Lamp Cold and Damp Light Night っていう風な具合で音を美しく揃えています。やはりサイモン、ポール・サイモンは大学で英語を専攻しただけのことがあって、巧みに韻踏みとか吐韻法を使うのが上手ですね。韻踏みに関してはロゼッティ兄弟の動画も YouTube でアップしてますので、それを見てみてください。続きます。And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share and no one dare disturb the sound of silence.この部分の韻踏みはこうですね。Speaking, listening の in, in の部分と Share, 分かち合う Dare, 勇気を出す、この air, air の音、ここが韻踏みですね。今度は裸の電球の光で1万人か、もしかしたらそれ以上の人を見たと言っているのですが、私は電球が裸というより、突然光の中で人々が裸に見えたと言いたいように思います。私がイメージするのはストロボとか新聞記者のフラッシュ、白黒写真、レントゲンとかで人間の表面が透けて見えて中が見えちゃうというちょっと怖いイメージを連想します。そして人たちは喋っているけど中身のある話をしていない。耳は聞こえるけど本当は何も聞いていない、大事なことを聞いていない、人々の姿を描いていると思います。曲は書かれるけど誰も勇気を出してその歌を声にできない、静けさを乱すことを恐れている様子をこの曲は描いているように思います。実はサイモンとガーフォンコルはユダヤ系アメリカ人、しかもユダヤ系の人たちが多いニューヨークの地域出身ですので、ひょっとしたら世界の沈黙の中で起きたヒトラー政権によるユダヤ人の迫害の恐ろしさを意識してこれを書いたかもしれませんね。次の場面を見てみましょう。Fools, said I, you do not know. Silence, like a cancer grows. Hear my words, that I might teach you. Take my arms, that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence.
日本語の意味はこんな感じです。愚か者たちよ、知らないですか？沈黙とは、がんのように放っておくと拡大するんですよ、と忠告しています。ちなみに曲の最初のところのサイレンスは、前後の言葉の背景から静けさのニュアンスで捉えられると思うのですが、ここでは沈黙っていうニュアンスが近いと思います。沈黙をがんに例えているのも面白いですね。そして Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoed in the wells of silence. となっていますね。あなたに教えられるように言葉の意味を聞いて、私の気持ちを聞いてって感じですね。気持ちがあなたに届くように、私の腕を取ってと、お互いに手を差し伸べる大切さを歌っている感じがします。意思表示やコミュニケーションの大切さを遠回しで歌えている感じがします。小さなスケールで想像すると、家庭内でも夫婦はお互いに口きかなくなったら、温かい明るい家庭環境が脅かされますね。大きいスケールだと、戦争への反対の声を上げられない、あと国同士がコミュニケーションできなくなったら、戦争も起こりうるほど大変な事態が起きてしまいかねないですね。しかし虚しくも、私の言葉は静かな雨の雫とともに井戸の中にエコーしながら落ちていくだけと言ってますね。最後の部分にたどり着きましたね。内容を見てみましょう。And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, whispered in the sound of silence. 音が揃っているのは、prayed, made の aid の音、warning, forming の ing の音、walls, halls の alls の音ですね。And the people, 定冠詞の the がついているから、先ほどの1万人の人たちですね。人々はネオンの看板に頭を下げてお祈りをしている場面、そして看板は忠告を点滅している場面ですね。なんとなく行き過ぎた資本主義や心のない唯物主義の危険性を感じさせられる場面だと思います。そして看板が言っているのは、The words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, whispered in the sound of silence. 賢者、預言者の言葉は地下鉄の壁や安いアパートの壁に書かれていると言っています。この曲では、肩書きの偉い人を賢者と
言っているわけではなくて、また宗教家が賢者と言っているわけではなくて、むしろ世間的に身分の低い立場の人たちの言葉に信憑性があると言っているように思いますね。地下鉄の壁や安いアパートに書かれている言葉を賢者、預言者の言葉としてますね。そしてこの曲の終わりは切なくて、それらの賢者の言葉が静けさの中にささやかれていると言っているのですが、逆にささやかれているという言葉の中にまだ少しの希望の兆しがあるようにも思えます。とっても抽象的な曲だけにキリがないぐらいたくさんの解釈ができると思いますが、キリがないのでとりあえずここまでにしましょう。Hello darkness my old friend, I've come to talk with you againStone. Beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. My eyes were stabbed by the flash of a neon light. I split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more.Talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fools and I, you do not know, silence like a cancer grows, and my words that I mightさんはこの曲に関してどう思いましたか？皆様のコメントや意見をお聞きしたいのです。ではまたお会いしましょう。